皆さんこんにちは、むちゃと申します。この間まだ残口のある一口募集場っていうのを動画にしたんですけれども、いやその後ですね、もっとサーチしていたところ、ちょっとこれは紹介しないわけにはいかないなっていうダークホース的存在をね見つけましたんで、ご紹介したいなと思っております。それがですね、本場ベローナシティも所属している優春ホースクラブでございます。まあ、まさにね本場のようにエファネイア産区でボバでも1700万円とか、なかなかにねお買い得感のある馬っていうのが今の募集馬にも揃ってるんですよね。厩舎もですね、もう上位の厩舎とか勢いのある若手厩舎っていうのもしっかりとつながりを持っていて、かなり好印象を受けましたね。まあ、前世紀にはですね、ジャパンカップを勝ったタップダンスシティやブリーダーズカップクラシックにも挑戦したスポワールシティなんかもね輩出している、もう本当に名門クラブさんですので、ちょっと最近の一口熱の加熱っていうのにね、本クラブもまた乗っかってくれそうな予感がしてますね。ということで早速ですね、募集馬見ていただきたいんですけれども、本クラブはですね1歳からの募集ではなくて、当歳生まれてだいたい半年ぐらい経った時点で募集馬っていうのが出るんですよね。現年齢と性別をプラスするとこんな感じですね。で、今の残口状況っていうのも、この赤くした4頭以外はがっつり残口現時点ではあるみたいです。1歳馬に関してはまだ全頭ね余っております。で、まあこのクラブのカタログっていうのをつい私ねあまりにも魅力的に見えたので取り寄せてみたんですけど、いやそれもねなんかこだわりがすごく強くて、まあその募集馬の説明はもちろんなんですけど、その父とか母の現役時代の走り、そして母父と厩舎の説明までがっつりとあるんですよね。いやなかなかにこれつくの大変だろうなって思ったんですけど、父はねまあ最後の方のページにどのクラブでも説明書き代表馬とか出たりするんですけど、厩舎がどういう人なのかとか、母父がどういう参考を出していて現役時代どうだったかっていうのはね、文章で書かれてるクラブはそんなになかったかなって思ったんで、いやあれは勉強になると思いますね。初めてやる方とかもより納得感を持って出資していただけるんじゃないかなと。まあ一方でその気になる点としては、その募集価格とかね安い分なのか、会費が3750円だったり、あと営業者報酬っていうんですかね、それが 5% ということになりますね。まあ、細かい点はぜひホームページ見ていただければと思います。まあともかくね、この募集総額とこの血統背景とか厩舎のバランスとか速尺を見た感じはですね、もう明らかに個人的には他クラブ以上くらいのお買い得感はあるかなって思いましたね。今年はねエファネイア3区の募集っていうのはないんですけど、まあそれでもね社内のある程度高額な商馬たちがなかなか安価とも言える価格で募集されているかなと。こういうネームバリューが効く商馬っていうのは結構他クラブだとね、お母さんも実績に関わらず父の名前でがっつり高くなったりするパターンもあったりするんですけど、本クラブの場合はねあんまり上乗せ客もそんなにないかなっていう感じで、むしろこの情報だけ見たら私がこう予想する募集価格よりも全然安い馬っていうのも多かったですね。こう樽前産区とか、まあ、牝馬ではありますけどね、600万円だったり、盲人産区のボバで600万円。いやーほんと、京サラにも負けない独自路線を感じますね。もうヘニーフューズ産区でもね、牝馬ですけど1000万円っていうのもなかなかね、今の時代見られないかなって思いましたし、実際一口馬主デイビー参上だと、一番安いですね。まあもちろんね、車台系の馬が高くなるのはしょうがないところですけど、まあその日高っていう意味ではね、全然繁殖の質とかがね、まあ同じくらいのレベルだったとしても、明らかにちょっと突き抜けて安いかなって思いましたね。そしてその芝っていう意味でもですね、この1歳が曽根の産区となる日本ダービー馬のロジャー・バローズ産区がね、1200万円で持てたりすると、まあ正直ね、私はその、当歳時点でのこの速尺っていうのが、10月ぐらいの数値なんですけど、まあこれがね、大きいのか小さいのかっていう判断は、現時点ではね、ちょっと難しいんですけど、これもね、1歳の10月くらいになったらまた更新されているようでしたんでね、まあそこでもう一回見ようかなとは思ってます。
ただまあ少なくとも血統背景だけ見ると結構魅力的な馬なのは間違いないですね。サンデーサイレンスの 3×4 という魅力的なクロスに母父勝利を受けているルーラーシップ、そして母系もねめちゃめちゃ優秀、マキャベリアンの血も入っていたり、お母さんの兄弟にはボン・オム・トゥックといった4000万以上も稼ぐ馬が出ていると。本馬は重賞アーリントンカップでもね4着に来るぐらいで、もうレースぶりからしても能力的には本当上位のものがありましたからね。お母さん自身もですね、競りで5000万以上していたという評価であったり、現役時代も勝ちはなかったとはいえもう2着0秒差のところまでは来ていましたからね。実績もある桑田牧場さん生産で初子のボバ、これで1200万円っていうのは大いにね面白いかなって思いましたね。まあとはいえね、まだまだ残口あるっていうことで、しかもこういう待てるクラブっていうのは近況もねどんどん更新されていきますから、そこでカタログ以外にもね健康面であったりどういった性格をしているのかっていうのもよりつかめるでしょうから、ちょっと今後もね注目をしていきたい一頭ですね。でまあただ個人的にはもうそれ以上とも言っていいぐらいこれは熱いなっていう馬がこの 2B ハッピーっていう馬でして、本馬はねもうなんといってもグランド牧場さんと伊藤慶三厩舎さんのコンビ、しかも本馬第2子になるんですけど初子の姉がねこの間大圧勝新馬戦いたしました。しかも伊藤慶三厩舎で、もうここでねアジアエクスプレス3区の第2子、馬体もがっちりしっかりある、それで1200万円っていうのはね、これはちょっと狙い目としか言いようがないっていう気が個人的にはしましたね。まあ本当本馬をもっとじっくり知りたいがためにカタログをね取り寄せたくらいですね。近況もいい感じなんですよね。もう15-15で乗り込んでいて、馬体重も480キロ、血統的にはダートっていうのはもちろんあるんですけど、もう正直ねダート血統でしかもグランド牧場生産で伊藤慶三厩舎だったらもう強気に一生は硬いと言ってもいいぐらい個人的な信頼してますね。なんといってもね伊藤慶三さんはグランド牧場さんのね会長さんの弟さんですから、もう信頼関係がどうこうっていうよりはもう親族ですからね、そりゃいい馬ががっつり回ってくるよなっていうのは分かりますよね。で母系もですねグランド牧場さんがかなり大事にしているところかなっていうフェスティバルの母系、もうご存知の方も多いかと思いますが、本牧場の生産そして馬主でですね地方交流重賞エーデルワイス賞北海道2歳優勝を制して、その後ですねちょっと日本で成績を落としたと思いましたらアメリカに移籍してね重賞を勝利と、なかなかすごい経歴の持ち主なんですよね。でその後そのままアメリカで種付けを行って、初子のセイントアレックスは日本で商売入りしたり、そしてその第3子である2B ハッピーが日本で走って繁殖入り後第2子として生まれてきたのが今回の母集馬と。でさっきちょっと姉って言っちゃったかもしれませんが、兄ですね、この間クールライズっていうダノンレジェンド3区の兄がまさに伊藤慶三厩舎所属で新馬戦を一番人気で 1.5 秒差の大差圧勝、もうタイム的にも間違いなく上位のクラスでもやれるでしょうしね。まあそもそもねサマーセールで1000万を超える価格がついていたように、もうそれだけの価値のある血統背景とかがあるっていうことなんですけど、それで実際に本馬がもうがっつりあれだけ走った上でですね、もう母の繁殖能力が十分あると実績が出た上でたった100万円アップの1200万円っていうのは、もう明らかに狙いどころだと個人的には思いましたね。まあアジアエクスプレスに変わりはしましたけれども、同じダート短距離でガッツリと走れるタイプ、もう生産社会からもねガッツリと人気を集めているように、悪くない成績を JRA そして地方で残しているかなと。伊藤慶三厩舎所属の馬っていうことでも西の水風っていう馬がですね、まさにダート短距離同じ舞台かなっていうところでコスパのいい走りしっかりと見せておりまして、もうある程度ね伊藤さんもあなるほどねと、まあいつものダートがっつりパターンねっていうことでしっかりと能力発揮させてくれそうですよね。まあほんとノーザンファーム生産のキムテツ厩舎ぐらいの感覚でですね、グランド牧場さんと伊藤さんのコンビっていうのはもう見ていいくらい、それでいて
て募集額がね上がってないっていうのはね、まあその兄弟の活躍とかを考えてもちょっと今残ってる馬の中ではもちろん絶対はないですけど、かなり走る確率は高い部類にいる、かつお買い得感のある馬と個人的には言っていいのかなと思いましたね。まあ他にもですね、プリンセスルーシー、リアルスティールサンク、まさにベローナシチと同じ佐々木久佐の一歳馬なんかもいますからね。こういう早い時期の募集馬たちっていうのは価格をね、さすがに父が走るって分かってからも変えられないっていう面がいいところでもあり、仮にその初年度3区リアルスティール3区ががっつり走った時にめちゃめちゃ1400万円がお買い得だったっていう風にねなる可能性が大いにありますよね。まあそれは現2歳世代で言うと、まあそれこそ里のアラジン3区なんかはねダートでがっつりと走れるようなところを見せていたりするわけですよね。それで本場橋口厩舎で馬体もがっつりあって、まあまさに血統背景もね、母父金亀のおばあちゃんには湘南タレント重賞馬なんかもいまして、兄なんかはこの間勝ち上がったり障害ではありますけどしましたからね、こういう後からカタログがアップデートされたにもかかわらず、もちろん募集金額っていうのは変わりませんから、こういったところにやっぱ狙い目感っていうのは出てきますよね。まあ、他には一回動画にもしたことあるサンデーサイレンスの 2×3 という強烈クロスを持つねオールオブナイトももちろん残口あります。まあ、ただ思ってた以上にやっぱ小柄っていう感はあるんでね、そこは気にする必要はありそうですけど、まあ本当にねその血統背景とか厩舎馬体のバランスから見るね募集総額っていうのは非常にもう全体のクラブの中でも安い部類に入るのかなって思いましたんで、まあぜひですねダークホース的存在として一度見ていただきたいなと思います。まあ先ほども言いましたけどカタログもね本当勉強になる内容、しかも開放誌もカレンダーもついてくるっていう豪華ラインナップですんで、いや検討している方には手に取っていただきたいということで、少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。